アルコル橋は、フランスのパリ、セーヌ川に架かる橋である。開通当初の2年間は、グレーブ歩行者橋と呼ばれていた。現在のアルコル橋という名前の由来は、ナポレオン・ボナパルトが、オーストリア軍を破った、アルコレの戦いであるという説と、フランス7月革命で、ここに倒れた若き共和主義者の名前であるという説がある。1828年。 マルク・セギャンによって歩行者用の2景観吊り橋が、してシマとうがのグレーブ広場の間に架けられた。幅は6メートルだった。1854年に車両も通ることのできるような鉄の橋に架け替えられた。この橋が画期的だったのは、セーヌ川に架かる橋のうち初めて川の中に橋脚を持たない橋であり、また初めて中鉄ではなく、連鉄を使用したことだった。 しかし1888年2月16日、突然20センチメートルほどのたわみが生じたので補強工事が必要になった。1994年から1995年の間に、強唱の補修、防水性の強化、塗装のやり直しが一度に行われた。また、アルコル橋は、第二次世界大戦において、ルクレール将軍の部隊がパリを解放したときに、 最初の戦車が通った橋である。マリー橋、トゥルネル橋、ルイフリップ橋、サンルイ橋、アルコール橋、ノートルダム橋、シャンジュ橋。ありがとうございます。